次のステージ行こうと思うんですけど、はい、ここに貼ってあるそのヘッドタッチっていうのがもうね結構ずっと張り替えてないというか、でレッスンでももう常に叩かれ続けているヘッドなんですけど、こういうのってちなみになんかどれぐらいで交換したらいいっていう目安とか、そうですね、あの期間というよりかは、はい、どんな状態かという方が正しいですね。なるほどなるほど。なのでもうさっきせっかく注入したけど、はい、はい、それでこうやったらそのままいけるやつなんですね。すげえなるほどなるほど、便利。ゼロ、はい、ゼロの状態だんだんだけど、はい、まだでも平べったでしょ。うーん、あーなるほどね、はい、なんかもうベコっていきますね、外したらあ、もうなんかこっから見ただけでももう明らかにこんなんなってるの分かりますね。スネアのヘッドとかでよく使われるそのコーテッドヘッド、はい、白いヘッド、ザラザラのヘッドですね、はい、これが一番分かりやすいのはこのコーテッドがまず新品とかで、はい、ザラザラザラと僕がもうツルツルになってる、ツルツルですね、ツルツルになってる、はい、で、緩めた時にこういう風にへこむってことは、うん、ヘッドが伸びてる状態になるので、はい、今度これをやっぱり普通に音を鳴らそうと思うとどんどん張っていかないといけない、はいはい、で、あえてこういわゆるサスティンを消したような状態とか、うん、そのデッドな音、はい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 、という意味ではこういうのぐらいでも好む方はいますけど、はいはいはい、いわゆる良くなるような感じに、うんうんうん、とかヘッドの交換時期っていつですかっていう風な感じになると、うん、まあこれぐらいがへこんでしまってチューニングがよく取れないとか、はい、綺麗な音が発音しないとか、はいはいはい、というタイミングが、まあ、変え時、作りたい音、はい、目指してる音と、はい、マッチしてないと、まあ、はいはい、なるほど、いうことです、うんうん、そしたらじゃあちょっと新しいヘッドに変えつつ激しい曲でしっかり鳴らせる音を作っていってもいいですか、はい、今その激しい曲に、うん、はい、イメージしてるドラムの音、ああそうですね、高い音っていうよりもなんかちょっと低めでドスンとした音を出したいなっていうのはあります。どっしりとした音が、はい、はい、そう、なおかつなんかタムを叩いた時とかにちょっとなんかこう、はい、叩いた粒が出るというか、なんか手数が多い人はなんかこういうトルトルトルトみたいなことをやっても、はい、まあ、ちゃんとこう一発一発の音がなんか出したいというか、トルトルトルトみたいな音をなんか出したいなっていうのがありますね。なるほど、はい、やってみよう。とりあえず、はい、スペース作って、はい、バスドラから、あ、なるほどなるほど、フロンで、はい、アイテムが出てきてますよ。仕事のバッグ、おお。狭い部屋は偉いことになってます。外すときってなんか順番とかってあるんですか？そんなに気にしなくていいんですか？外すそんなに気にしなくていいですけど、いきなり一本のネジを緩めるのは力が全部にかかってるので、はいはいはい、あのちょっとずつ一旦緩めて、あ、なるほどなるほど、フープがこう、あ、なるほどなるほど、一本ずつ外しきるのは良くないという感じですね。順番にちょっとずつ緩めて、はい、うん、最終的に外れると。なるほどなるほど。毛布が出てきましたね。ちょっと聞いてきたのが、はい、これエバンス、はい、エバンスなんかついてますね、この、そうそうそう、こういうのがついてるんですね、まあ、ミュートリング、うん、あ、ミュートができるようにというかスポンジというか、はい、このスネックがはめ込むような状態で2パターン、あ、なるほど、あのよく毛布をこういじらな関係で、はい、特にここの場合はそのまま前が詰まってるので、はい、はい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 、この方がコントロールできるから、すごい、ここ一つが、はい、すごいな、これはインスタ映えしますね、これは意味でも一応昔ちょっと昔というか、はい、よく聞いたことあるハイドロリック、ほうほうほう、いわゆるあのヘッドとヘッド、これが2枚重ねなんですけど、はいはいはい、もうその間にこういうふうに、うん、オイルが挟まってますよ、はい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 、というヘビーウェイトな、ドムってした感じの、なるほどなるほど、この状態でも結構ドムドムってした感じの音、オイルが挟まってるんですね、へえ、ピンストライプにも似たような構造なんですけども、はははは、2枚重ね、うん、エンペラーのクリアですね、はい、から、うん、ここの線の外側、うん、これはひっついてますっていう、2枚で1枚にひっついてるけど、うん、ここからまた離れてる、なのでこういう音色になります、うん、でこれはちょっとフィルムが違う、はい、感じですね、透明じゃなくてちょっと乳白色な感じに、うん、このコーティングの種類もレモと違って、はい、紫外線で硬化させるフィルム、うーん、コーティング、はいはい、コーティングコース、
口がいいっていう感じ。そうですね、なんか叩いた時のイメージが、まあ、僕の中ではちょっとまだつかめてないのはつかめてないので、ウッドビーターないしフェルトでも、はい、結構踏み込みが強い方でも重たい、うん、まあ、分厚いものなので、うん、それをドーンっていくと、あ、なるほど、いう意味では確かにパワフルな感じもする。でこっちはちょっとコントロールできるっていう点と、はい、ここは1枚ですね、普通の1枚フィルムなので、はいはいはい、反応が素早いというか、はいはいはい、小さい音からでも反応してくれる、うん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 、あっちは小さい音やとやっぱりあまり反応しないというか、うん、ヘッド自体が鳴ってくれないという、ある程度の入力が必要になってくるという感じです、はいはい、なので部屋のサイズから言うと確かにこっちの方が覆ってるのは覆ってる。なるほどなるほど、はい、どうしようかな、ごっつ悩みますね。でもちょっとあっち行くかな、やっぱりあの、はい、ちょっとあのドスンと鳴らす方向で行っていいですか。ありがとうございます。ダメなら変えたい。さっきのネジの正体ですね、はい、はいはいありがとうございますそいつのメンテまでしてくれてるというありがたいです。でもね、やっぱなかなか自分でメンテってやっぱね、どうしてもできなかったりするから、はい、自分でオイル交換するかっつったらできないですからね、なかなか。しないです。うん、車屋さん持ってきますやん。だから定期的にやっぱこうやって見てもらうのがやっぱベストですね、こう自分の楽器っていうのは。このドラムセットも割ともうずっとこの状態で置いてあった感じなので喜んでます。ドラムセットがちょうどここから見たらこのパーツが笑ってるように見える、はい、そこが、はい、あ、今は笑ってるように見えますね。なんかすごいヤンキーになった感じがありますね。なんかミュートの方法ですね、はい、よくある毛布のパターンですね、はい、これを仕込むパターンと、はい、こういう市販のもの、はい、こっちの方がナチュラルになるし、毛布の場合やと、はい、いろんな大きさ、畳み方によってコントロールできる、はいはいはい、それは安定するという良さはあります。そうですね、毛布とかやったらこう当て具合がちょっとこう叩いてるうちに変わったりとかしますもんね。アットホーム感確かにアンパンマンの毛布とか入ってたりとかしたらね。素材は同じような感じなんですか、この毛布と。そうですね、こう中に綿が入ってて、はい、あ、なるほど、あ、でも本当にもうクッションみたいな。毛布もいろいろありますよね、はい、いわゆる化学繊維の毛布を使う場合もあれば、はい、絨毯的な、はいはいはい、分厚いものを入れたりする場合もありますし、うんうんうん、やっぱその素材でもやっぱちょっと変わるんですか。変わります、あの音の吸い方、さっき絨毯を引いて音が、はい、音音量が変わったのと一緒に、はいはいはい、バスドラのじゃあ中の音場と反響を変える、なるべく少ない方が、うん、ここの中で跳ね返りが多いので、はいはいはい、よく響くようにはなります。なるほどね。そう、こっちだとよりデッドな感じとかを作りやすい、はい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 、でも、言うなればいろんな音が作りやすい、うん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 、でこっちは安定した音が作れる。つけてみる。はい、その安定の安定の方でちょっと、この利点はあの、うん、持ち運んだ時ですね。あー、なるほど、そう、動きますからね、毛布とかやったら。これと、おお、縦向けにケース入れてもいつもこの状態とか、ただして、はい、ちょっとずらすとか、はい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 、すると当てが、あ、当て具合が変わる、変わるっていう、そう、まあ、ちょっと一旦前めり、前よりやっぱこのヘッドを締めていく時も仮締めをしてからっていう感じになるってことですよね。僕のやり方は、うん、まあ、ちょっとバスドラなんで分かりにくいですけども、うん、ここの中のフープの、はい、フープに引っかかるというか、はい、ここからここです、はい、止まるところまで、止まるところまでで一旦、うん、はい、止めておくと、止めておきます。で上から見ます、はい、上から見て、うん、シェルがあって、はい、ヘッドのここの枠というかがあって、うん、フープがあります、はい、なのでその3つが綺麗に整っている、はい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 、極端に言うとこうすごく寄ってる、うん、これも木でできてる、鉄でできてるになるんですが、うん、歪んだりとか湾曲するので、はい、それを隙間を見ながらヘッドもずらして、はい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 、これだけ余裕があるので。なるほど、やっぱこのちょっとずれたままこう締めていってしまっちゃうと、やっぱこうサウンドにも影響がある、あるし、チューニングがしづらい、しづらいですね、うん、今こう結構フロントヘッドの穴がバッカーって開いてるんですけど、はいはい、大きいっすねこれってやっぱその開いてれば開いてるほどアタックが強くなると思ってもらったら簡単に、なるほどなるほど、はい、逆に言うと閉まってれば閉まってるほどこうどうなりがするというか感じですね。でタムですね、裏側ですね、はい、結構意外と重要、はあ、なるほど、そう、
なんかちょっとなぜかこう打痕があるんですけど、たまに見ます。はい。この後ろヘッドってそのどういうようなことで重要なんですか？そうですね。なんか太鼓のこう音色で言うと、はい、こっちはダメなので、はい、スティックが当たった時の音が鳴ります。でもこっちは直接叩かないけどヘッドが張ってあるので、はい、その後どういう音が鳴るか。うん。いうことです。あ、なるほどなるほど。叩いた後の音というか、はい、こっちが叩いた、はい、その後こっちが振動してる。はいはいはい。さっきのお話で、はい、輪郭をはっきりしたいと、はい、言っておられたので、はい、クリアですね。はい、そうの方が、うん、はっきりとした輪郭が出ます、うん、はい、音程感であったりとかっていうのが綺麗に、うんうん、サスティンの綺麗さであったりとか、はい、一番まあノーマルなというかナチュラルなというか、うんうんうん、音作りがしやすいです。なるほど。ちなみにこの後ろ面のヘッドっていうのは、はい、後ろ用のヘッドではないんですか？後ろ用のヘッドっていう言い方をしてるのは、はい、一部メーカーでありますけれども、はい、いわゆる一枚もんのフィルムで、はい、クリア、はい、またはさっきの、うん、コーティングですね、コーティングですね、はいはい、別に貼っても全然問題ない。あ、なるほど、はい、言ったら表面というか叩く方のやつを後ろに貼っても問題ないという。問題です。全然問題ない。なるほど。でも2枚重ねのもの、分厚いものを買っちゃうと、はい、うん、結構特殊な感じになりますよ、はいはい、なるほど。だからまあピンストライプみたいなあの2枚重ねになってるようなやつはちょっと特殊になるという。なるほど。あんま見かけないですけどね。面白い組み合わせとしては、うん、例えば座面側はこのクリアのピンストだけど、うん、はい、こっちの方をコーテッドにすると。でそれとさっき言ってた、うん、アタックはキラッとした感じ、はい、でもサスティンはこれにコーティングがされてることになるので、はい、丸く収まりますという。なるほど。めちゃくちゃ早いですよね。このもうチューニングするときってそのある目指す音を決めてて、はい、その音に向かってテンションボルトの音を合わせていってるっていう感じなんですか？そうですね。今一旦さっきのコツと一緒で、うん、はい、フープをはめた状態から、はい、徐々に音が鳴る状態に、うん、して、はい、そこから、まあ、例えば基準となるメモマークと時価とかを、はい、とかっていうのを、はい、こっち高い、はい、でこっちはどう、うん、こっちに比べて少し高い、はい、意外とここに、うーん、でみんなこう綺麗に揃えようとしはるのも分かるんですけれども、はい、フープが完全にまっすぐってこともあんまりないんです。はい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 。なので ある程度のところで、うん、見切りをつけてください。あ、なるほど。もう言ったら完全にピタッと音が揃ってなくてもなかなかないです。なるほどなるほど、はい、なのである程度もうほんまに、はい、バラバラっていう状況を作らないように。はいはいはい、なるほど。でもこれまあ今のところだから仮にというか、うん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 、コーテッドでエンペラーですかね。エンペラーですかね。エンペラー一目で、はい、行くならばこっちですけど、はい、モリタリ君的に、うん、キャッチが軽い時でも鳴ってほしいかどうかっていうところです。あ、優しめのタッチでもちゃんと反応してくれる。あ、でもね、何でしょう、しっかりと叩いて、うん、しっかりと鳴らしたい感じなんですよ。まあ、これを使い回ししましょうか、はい、発見しました、うん。はい。すごい速度で、すごい速度で閉まっていってます。で、一緒ぐらいの、はい、はい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 、そうです。表と後ろも大体、はい、っていうところです、うん。でさっき言ってた、輪郭がはっきり、はい、だけどちょっとこう低音感も欲しいという感じなので、はい、アタックがはっきり出るより少しだけダメを、はい、あ、後ろに比べてちょっと高い、表の方がちょっと高いですね。なるほど。
なく地味だと思う。この辺は多分トゥルトゥルトゥルっていうところやと思います。この辺はやっぱ口径が大きいほどチューニングしにくいとかっていうのとかってあるんですか？容積が大きくなると、うん、その中で響くのが複雑になったりすると、はい、変な音を感じる、強和音が出やすい。そう考えると奥が深いですね。この木の種類もあるし、そうヘッドの種類もあるし、無限の組み合わせ、無限の組み合わせですよね、本当に。その中でこうやっぱりこう定番みたいなところがあるので、はい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 、そこをこういかに組み合わせてというか、後ろのヘッドもハイタムと同じものですか？そうそうそう、もうタム類とか、はい、である程度揃えないと、うん、はい、やっぱなかなか気持ち悪い音になりやすいですね。あえてここでこう差をつけるとかであれば、はい、うん、ダメのヘッドとかを変えたりとか、はい、チョイスを変えるというのもありますけど、うんうんうん、統一感を持たせるためには、はいはい、基本的には、うんうんうん、タム全部、はい、まあその中でキックも揃えたり、今回はちょっと、うん、変なあのこの真っ赤なやつ、はい、そうですね、白い中で一人だけ真っ赤みたいなね。ライブとかの環境って全然違いますもんね。なんか野外の場合もあれば、そうライブハウスの場所もあるし、うん、はい、でも案外、うん、もう出たとこ勝負なんで、どんな楽器でもそうですけど、はい、エンジニアさん通すので、はい、マイクが拾われ、マイクで拾われて出ていく、うん、その時に最終的に PA さんというか、はい、エンジニアさんがいじるので、はい、その方と話し合いながらという、あ、なるほどね。そうか、そのライブハウスとか、まあ、現場で使う時は基本的にマイクの通った音をイメージして作るっていうことですよね。はい、ちょっと連絡します。お世話になります。心の準備でございます。発注。忙しい。仕事しながら仕事してる。シンバルの発注を。はい、そういうでも発注とかも受け付けてるっていうことですね。このシンバルちょっと欲しいんですけど、用意しといてくださいみたいな。何でもしてますね。ドラムの仕事。アポロというお店を、本当にテナントというかお店がなくて、はい、僕だけでやってる。なるほどなるほど。もう言ったら一人お店みたいな、こう歩くドラム屋になるほど、うん、もしだから例えばこういうようなことを、はい、もちろんレクチャーもいたしますし、そうですね、その例えばこうチューニングとかのどうしたらいいですかみたいな、本当に聞ける人って いないんで、レクチャーしてほしいみたいなっていうね、お声も絶対あると思うし、これも先ほどと同じヘッドですね。そうですね。ちょっと美しくなった。ちなみにこのスネア、フリーフローティングって言ってなんかこう、シェルがバーンって取れるタイプのスネアでして。バーンって取れました。同じ、全く見た目一緒なんですけど、はい、重たくします。おー、なるほど。 X14 へー、なのでこれがアンバサダーですね。はい、はい、これがそうですね。はい、アンバサダー、全く見た目変わらないんですけど、はい、ヘッドの分厚さですね、はい、厚みが違います。あ、エンペラー、これが、はい、まあ、その2枚重ねなんですね、はい、で、こっち1枚重ね、はい、シングルプライ、うん、で、これが、いわゆる1000ゲージ、はい、1000ゲージと呼ばれるその厚みになるんですけど、うん、それを700ゲージですね、はい、ってなってるのがディプロマット、はいはい、から、まあ、750ぐらいが、はいはい、薄めという、ちょっと薄めで、はい、でその薄めの方のフィルムを2枚にしたのがこのエンペラー。なるほどなるほど、はいはいはい、これが700、700で1400、はい、だからこれが1400のこの一様です。なるほどなるほど、1枚やけれどもエンペラーと同じやつ。あ、なるほどなるほど。これの場合は、これは1枚もんで14、うん、こっちは2枚もんで14、はいはいはい、あ、なるほどね。一個当たった時の音色をごつくというか太くというか、
はい、悩んでしまって、はい、よう分からんくなった時は、はい、あのとりあえず一旦ゼロにというか、はい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 、ただやり直した方が、なるほど、分かりやすいので、緩め切ってしまうということですね。そう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 、またヘッド張り替えた時と同じような感じで、はい、なんか大体チューニングよくわからんくなるときって締めてあーかんまた締めてあーかんみたいなでどんどん高くなっていくみたいなっていうのはありますね。ちなみにスタンドでも音ってやっぱ変わるもんですか？あ、変わりますよ。はい、スペアスタンドのバスケットはいこのガッとなるやつですね。はいうまく言えないですけどガッとなるですね。はい、結構緩めた状態の方もいるんですけど、はい、もう乗っけてるだけ、はい、乗っけてるだけの場合結局これがホールドされないので、うん、はい、よくなりますよね、はい、なんか変な倍音で、うん、それ気になる場合は、はい、意外とここを締めていくだけでもちょっとこう言うならばこういう風にホールドされるので、はい、裏からの音色が意外とコントロールできたりします。あ、なるほど。あのもっとこれもごっつり、はい、がっしりしたやつは揺れにくいし、はい、これがまだやや揺れるぐらいの、はい、シリーズなので、うん、ナチュラルな感じの響き方がしますね。あ、なるほど、はい、スタンドも鳴ってるっていうことなんですね。要はね、スタンドもなそういう言い方もありますし、うんうんうん、スタンドのせいで響いてるというか。あ、なるほどなるほど。クロアタムのこことかも、はいはい、あ、この足もね、クッション状にというか、はい、この揺れですね、このドーンって叩いた時に、うん、こいつの振動の最後の止まっていく、はい、長さが変わるというか。なるほど、奥深すぎますね。こっち行くわけなんで。そうですね。しゃあないです。じゃあその音がなんか、まあ、うまく決まらないっていう時って、スタンド自体もちょっと疑った方がいいっていうことですね。そう。クニャクニャとか。なるほど。ここやとイメージ的にアタックが止まります。はい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 、そのここに逃げてるスナッピーの音色も、うん、そのまま鳴ってるの分かります？はいはいはい、はい、で次スナッピーが気になる時に、はい、スナッピーのほんまの真上、はいはいはい、これちょっと邪魔やけど、うんうん、おーほんまや、さっきよりもここから出てくるアタックはそのままなんですよ。本当や。でスナッピーだけが調整できて10時11時ぐらいのところのよく一番やっぱりここからマイクで拾われるんで、はい、ここを調整しといてあげようとすると両方ともなるほどなるほど、まんべんなく。ちょっとじゃあこのまま曲に、はい、そうそう、合わせてみてもいいですか？ファンキーな曲にもチャレンジしてみていいですか？はい、ちなみになんかこのままの状態でファンキーな曲にちょっと一回合わせてみて、はい、でそれで調整をしたらどれぐらい違うかっていうのをちょっとやってみてもいいですか？はい、派手めな感じなので、これなんかちょっとこう寄り添っていきたい気持ちはあります。ビートとしては、はい、はっきりと出さないといけない楽曲のイメージなので、はい、
って。そうですね。で、フュージョンファンクっていうところ。はい。でなんか細かいなんかこのゴーストノート的なっていうか。っていうのをなんかちょっと使いたいなっていう。はい、イメージがちゃんとあって、うん、ちゃんと調整できれば理想の音に近づけていけるということなんですね。はい、そんな感じで、いろいろちょっと今日は大変お世話になりまして、もういろんな音を作っていただいて、絨毯も敷いていただいてありがとうございます。僕の生徒さんでも結構質問いただくし、まあ、僕自身も思ってたことなんですけど、こう自分らしい音っていうのが、まあ、分からない人っていうのも結構いると思うんで、うん、それ自分の音の見つけ方というか、うん、っていうのってあるんですか、その、まあ、自分の好きな曲、はい、今やろうとしてる楽曲をとにかく聴き込んでください。はいはいはい、もう一回聴き直す、うんうん、で、あとは自分のその好きな曲の他の曲と、うん、これも好きやね、これも好きやね、はいはい、それもいっぱい聴き比べてみて、うん、ドラムがそのどんな音してるのかっていうのを自分の中でちょっと分析するというか、はい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 、でその後に何も鳴らさない状況とかで、うん、あとギターのリフで聴いた時とかに、はい、自分の口の中でどういう風な音が鳴ってるか、うんうん、鳴らそうとしてるか、うん、自分の中で演奏してるか、頭の中で演奏してるか、うん、とあとは映像で情景を思い浮かべてもらうとすごく分かりやすいかなと、うん、いろんなこう、なるほどね、かっこいいっていう中でも、はいはいはい、怖いとか、はいはいはい、かついとか、はいはい、優しい感じとか、優しい感じの中でもいろんなジャンルに分かれている。例えば怖いっていう、そう、こうキーワードの中でも、はい、いろんな怖さがありますもんね。ホラーの中でも、はい、ゾンビなのか、はいはいはい、あとはドラキュラなのか、はい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 、それこそ吸血鬼ってなると日本っぽいし、はい、ヨーロッパの、感じだったら、うん、例えばヨーロッパの、教会の鐘が鳴っててとかっていう怖さ、はい、うんうん、日本だとじゃあこんなに和太鼓というか、そうですね、笛みたいなのが鳴ってる中でも、うん、怖さみたいなのが表現するってことで、うん、その頭で浮かべた上で、うん、ドラムがどんな音鳴ってたら、はい、かっこいいかな、はあ、そうですね、うん、優しいかな、可愛いかな、うんうんうん、っていう爽やかさの中でもいっぱいいろんな種類かなというふうに僕は考えるので、うん、その例えば頭の中でなんか PV じゃないですけど、はい、映画じゃないですけども、そんな感じをこう頭の中でこう思い描くと、おのずとそこに、なるほどね、トゥーンなんか、はいはいはい、トゥーンなんかで出てきます。なるほど。そしたらネジを緩めた方がいいのか、はいはい、締めていった方がいいのか、ヘッドを分厚いやつがいいのか、うん、薄いやつがいいのか、はいはいはい、それはこうおのずと決まってくる。あ、なるほど。とにかくこう分析をしっかりとやっぱして、こう音楽に向き合ってちゃんとこう自分のイメージにこう近づけていくというか、そういうことがやっぱ大事になってくるということですね。はい、なるほどですね。もし何かあれば清水さんにダイレクトメールしていただければ、ツイッターもね、されてますよね、ツイッター、インスタグラムもされてるんで、ダイレクトメールを送っていただいて、なんか変ですとなんか変なんですって送ってくれたら、まあ、そのね感じでこうディスカッションして、はい、そしたら清水さんが
あのイメージをね掴んでいただいて、イメージを共有してこう理想の音にこう近づけていけると思うので、はい、困った方はぜひ清水さんに連絡をしてみてください。はい、そんな感じで本日はありがとうございました。はい、ということで清水さんでした。ありがとうございました。さよなら。